いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2016年モデルポルシェ911タイプ991ターボカブリオレをご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、フロントに下すりとボンネットに飛び石があり、フロントガラスに同じく飛び石がございます。走行距離に関しましては約1万2000キロと低走行なお車です。外装色はホワイト、インテリアはエスプレッソナチュラルレザーの組み合わせとなっております。2016年にマイナーチェンジが行われた911シリーズのハイパフォーマンスオープンモデルタイプ991ターボカブリオレでございます。フロントフェイスを中心にデザイン変更が行われ、よりスポーティーなデザインに仕上がっております。また前期モデルに比べエンジン出力が約20馬力向上しておりますので、より圧倒的な走行性能をお楽しみいただける1台です。ヘッドライトには LED ヘッドライトが装備されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。アルミホイールは純正20インチの911ターボデザインアルミホイールが装着されており、キャリパーはレッドキャリパーが装備されておりますので、足元までバッチリと決まった1台です。続きましてリアご紹介させていただきます。リアのテールライトも LED が採用されております。また専用のリアウィングや4本出しのマフラーが装備されておりますので、リアも力強いデザインとなっております。エンジンスペックに関しましては 3.8 リッター水平対向6気筒ツインターボエンジンが搭載され、最高出力は540馬力を発揮します。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはエスプレッソナチュラルレザーシートが採用されております。運転席、助手席ともに目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。ではエンジンを始動していきます。ステアリングは3本スポークの GT スポーツステアリングが採用されており、パドルシフトが備わっておりますので、自由自在に変速を楽しみいただけます。またステアリングのダイヤルにて走行モードを4段階で切り替えることが可能です。さらにはアダプティブクルーズコントロールも装備されておりますので、高速走行時も楽々運転していただけます。スポーツクロノパッケージが装備されておりますので、センターには専用のクロックが埋め込まれております。ナビゲーションに関しましては純正の PCM ナビゲーションが装備されており、車内では地デジの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますと、バックカメラが装備されております。フロント両席、シートヒーター、ベンチレーターともに完備されておりますので、一年中快適なオープンドライブを楽しみいただけます。シフトに関しましては7速の PDK シフトが採用されております。また TSM も装備されておりますので、2段階での切り替えが可能となっております。さらには BOSE 製のスピーカーも装備されておりますので、車内では上質の音楽を楽しみいただけます。ではソフトトップの開閉を行います。非常に動きもスムーズですので、ストレスなく開閉は行っていただけます。ソフトトップを閉じた状態でも十分なスペースを確保しております。合わせて気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。では今回は2016年モデルポルシェ911タイプ991ターボカブリオレをご紹介させていただきました。走行距離約1万2000キロと低走行ですし、
内外装ともに良好なコンディションを保っております。圧倒的な走行性能を開放感あふれるオープンドライブでお楽しみいただける911シリーズのターボカブリオレでございます。こちらのお車には540馬力を発揮するエンジンが搭載されておりますので、ポルシェのハイパフォーマンスモデルにふさわしい高い走行性能を持ち合わせております。またシートヒーターやベンチレーター、ボーズ製のスピーカー、純正の PCM ナビゲーションをはじめ、快適便利装備も充実しております。お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。